中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。まずは先週の中山記念なんですが、私と同じ誕生日のラーグルフ、見事2着に入りました。ついてきてくれた皆さん、おめでとうございます。そして私もいい誕生日になりました。そんな中、今週はですね、 G2 弥生賞ディープインパクト記念が行われます。私中村への注目はズバリこちらです。3番アームブランシュです。なぜアームブランシュかと言いますと、この舞台の持ちタイムがメンバー最速だからです。ということで、まずは過去10年のデータなんですけれども、見てみますと3着以内に入った30頭中27頭は JRA のオープンクラスか1勝クラスにおいて2着以内に入った経験がある馬だったんです。で、これをクリアしている出走メンバー見てみますと3頭しかいなかったので、例年よりレベルが低いのかなと思っております。そして今回と同じ舞台の中山芝 2000m 走ったことのある馬はこの3頭だったんですが、まずはトップナイフ見てみてください。前走の G1 ホープフルステークス2着に入って人気が予想されるんですけれども、持ちタイム2分01秒5。一方、私が注目しているアームブランシュなんですが2分00秒2ということで1秒以上も早いんです。しかもこのタイム結構すごくてですね、過去5年の優勝タイム見てみますと、去年の優勝馬アスクビクターモアより早いんです。アームブランシュは前走で9着に惨敗したこともありまして、今回人気薄予想されておりますが、前走9着のタイムが昨年の優勝タイムより早いということは、実は前走のメンバーのレベルが高かっただけなんじゃないかなと思います。例年に比べて今回は、ちょっと実績分少ないかなと思いますので、激走あり得るかなと思います。ということで、まとめると、この舞台の持ちタイムナンバーワン、低評価を覆し重賞初勝利導いていただきたい3番アームブランシュに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは24レースでした。その中でも日曜日に行われた阪神5レースでは、4番人気、1番人気、2番人気で決着したレースをコラボ指数上位3頭だけで見事的中。3連単の配当は1万円を超えました。的中された方、おめでとうございます。今週は弥生賞ディープインパクト記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬と未来とでは3月もお得なイベントを開催中。詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。ひひー。